音を奏でる喜び。これまで100年以上にわたりヤマハが培ってきた音への感性と高い技術力、その伝統を受け継ぎながらも新しいリコーダーが誕生。さまざまなメディアでも取り上げられています。子供たちの大好きなリコーダー。普通のリコーダーに見えますが、このリコーダーには大きな秘密があります。新しいリコーダーの秘密、素材に込められた世界初の試み。これまでのリコーダーといえば白や黒のシンプルな色でしたが、このリコーダーは明るい色が特徴です。なぜこのような色になったのでしょうか。このリコーダーはトウモロコシをイメージしています。そう、このリコーダーは素材にトウモロコシなどの植物を原料としたバイオマス由来のプラスチックを使用しています。地球温暖化防止への取り組みとして採用しました。従来の ABS 樹脂製リコーダーに比べて約 20% の二酸化炭素の排出を削減できます。大気中の二酸化炭素が増えることが原因で起こる地球温暖化は、私たちが取り組まなければいけない問題です。ヤマハは新しいリコーダーの開発に取り組みました。そこで注目したのが、地球環境に優しい次世代の素材、バイオマス由来のプラスチックです。一般的なプラスチックは地中から採掘した石炭や石油から作られており、燃焼した時には大気中の二酸化炭素量が増えます。一方、バイオマス由来のプラスチックは地上で生育している動植物から作られています。そのため燃焼した時にも大気中にある二酸化炭素の量は増えないというわけなのです。全国の小学校3年生がこのリコーダーを使ったとすると、およそ230トン二酸化炭素の排出が抑えられます。これは車で地球をおよそ25周した時に排出される二酸化炭素の量に相当します。地球温暖化防止に私たちができることはないだろうか。そんな思いからヤマハの楽器作りとトーレの素材エコティアが融合、地球に優しいリコーダーが誕生しました。鮮やかな緑色のケースは燃やしても有害物質を出さない天然素材の綿を使用しています。このリコーダーは地球への優しさが詰まった楽器なのです。こんにちは。僕は最近リコーダーを習い始めたリコドン。まだまだ下手くそだけど、吹くのは人一倍大好きなんだ。私はリコドンと仲良しのリコッチ。リコーダーと歌うことが大好きなの。ランラランねえねえ、リコーダーってとっても楽しいけど、どうやってできてるの？実はとってもすごい機械があるのよ。その作り方ちょっと覗いてみましょうか。新しいリコーダーの秘密2つ目は、作り方に込められた思いやり。ここが静岡県にあるリコーダー製造工場よ。あれ、誰かいるよ。商品開発の大野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ中に行きましょう。よろしくね。大野さんについて行ってみましょう。ここでリコーダーが作られてるんですよ。へえ、たくさんの人が働いているんだね。こっちおいで。
大野さんが呼んでるよ。何があるんだろう。中見てごらん。ん？これは何？これがリコーダーになるバイオマス類のプラスチックだよ。これがリコーダーになるんだ。すごい量だね。1日約3000本も作るからたくさんの量が必要なんだよ。まずはじめに原料はこの大きな機械に投入されるの。リコドン、ここをよく見ててね。あ、リコーダーが出てきたよ。ここでリコーダーは部品ごとに分けて作られているんだよ。そう、この大きな機械で部品を作るの。バイオマス由来のプラスチックはここで高温で溶かされて金型に入りリコーダーの形になるのよ。ここでは何をしているのかな。なんだか不思議な音がするけど。あ、部品がくっついた。部品に超音波振動を与えることでプラスチックが溶けてくっつくんだよ。超音波？そう、超音波。ここでは超音波を使って部品同士をくっつけてるの。わずか 0.2 秒であっという間についちゃうのよ。うわー、すごいなー。でも、なぜ超音波を使っているの？口につけるものだし、みんなが安全に使ってもらうように接着剤を使っていないんだよ。なるほど、こうやってリコーダーはできているんだね。皆さん、ご協力ありがとうございました。こうして出来上がった新しいリコーダー、ヤマハソプラノリコーダー YRS401、YRS402B。 それは環境に優しいだけではなく、音色もより豊かになり、楽器としての性能も向上しました。みんなが使うリコーダーだから、ヤマハはこのリコーダー作りを通して考えました。それは未来の地球環境のために、未来の子供たちのために。ヤマハソプラノリコーダー YRS401、 YRS402B。 原材料には環境に配慮したバイオマス由来のプラスチックを使用しました。付属のケースも天然素材で作られた布製。環境と音色にこだわった新しいリコーダーです。